こういう感じで下着で登場することなかなかないので、ちょっと緊張しましたけど。道端さん姉妹の一人、道端アンジェリカさんが女性用下着ブランドのイベントに登場しました。実はこのイベントには次女のジェシカさんが出席する予定でしたが、現在妊娠中のため欠席。代わりにアンジェリカさんが登場し、ジェシカさんの近況について明かしました。はい、あ、でもすごい幸せそうですよ。やっぱりなんかその、うん、妊娠してるその生活すごく楽しんでるみたいで、すごく調子良さそうです。1個目のお姉ちゃんがなると、はあ、私もそろそろなのかなみたいな、もうそういう時期なのかみたいな。今年5月、モデルでありながら皮膚の病気である感染を告白し、反響を呼んだアンジェリカさん。今日のイベントでは幸せな報告がありました。はい、今いい人いないあ、今でも、はい、あ、いますよ。はい、爽やかな人だよ。すごい笑顔が素敵、優しくて、うん、お仕事とかは？あ、もう普通の会社員の人です。一般の方です。はい、年齢は同じぐらいですか？うん、あ、年上ですけどね。はい、なんだったら話になってる。はい、いい報告したいです。私もお姉ちゃんに続いて。はい、年上の一般男性との交際を告白し、幸せそうな表情を覗かせていました。